仕事とかさ、いわゆるクリエイティブやからさ、うん、で俺なんかディレクター職やからクリエイティブともうちょっと営業的とほんま間とこ、うん、間のところなんよ、うん、まあ、それにして俺結構ちょっとクリエイティブの方結構やるけど、うん、まあ毎回毎回さ、もう決まった方法論やけど、もう毎回毎回アレンジが必要やんか、うん、もう前と全く同じスキームで、うん、全くそのままできる仕事なんかないから、うん、ケンタもまあ言うてもそうでしょ、まあまあそうだね。でも世の中にはほんまにさ、もう何も考えずにずっと同じことをやってる仕事も時にあるやんか、うん、あると思うね俺、うん、じゃ あのいわゆるオペレーターだけのんでもちょっと効率を上げるとかね、はははは、考えてる人もおるやろうけど、トヨタみたいなことやな、そうそうそう、例えば俺の近くのなとこの、そこのクリーニング屋さん、うん、ところにおっさんおんねんけど、うん、まあなんかあのフランチャイズみたいななんと、うん、なんかまあそんなんやわ、うん、別な営業活動をするわけでもなく、うんうん、行くやんかクリーニング行って、それまでおっさんテレビに撮んのバーッと、うん、ほんでなんか行ったら何々スーツ1枚と何々と、うん、はい何々ですね、じゃあこれねつってこうで引き換え金みたいなのもらって、うん、あすいませんお願いしますつって、はい後ろのハンガー後ろのところにバーッとかけるみたいなことを淡々とええんとやってんねんか、もう、うんうん、なんかもうこう仕事に対する工夫とか、うん、もう別にないわ、うん、でまた俺が帰った次の人が車でこうボーッとテレビを見てやんな、うんうんうん、で来たらまたおばあちゃんこんなにセーターと、うん、はいじゃあまたこれねっつってこう、うん、めっちゃ羨ましくないそういうのそれどう思う、どっちがいい、それでもそれでもある程度それでお金もらえるわけやん、やりがいとかもう、うん、なあるかな、 ある別に俺は、うん、普通にちゃんと生きながらえられるんやったら、うん、それで全然いい、いや生きながらえてるやろ絶対おっさん普通にそれで、もうクリーニング業30年とかやろ、だって多分普通に、そうやな、たまには長期休みをもろてるやろ、ほんで、いやそうやな、ほんでしかもテレビ見てんやろ間、もう絶対そっちやれよ、そっちの方がいいよな、うん、もうなんかでもなんか無理やと思うで、なんか無理だ、だってまず俺そんな生活多分2週間ぐらい続けたら不安になると思う、俺人生が、うん、いやそうやで、俺はそう思うけど、うん、でも案外多分でもおっさん多分それで30年ぐらい生きてきてるで、多分じゃ次の30年があるやんか、うん、あもうそのおっさんにはもうあと10年ぐらい行ったらさ勤め上げた、でもなそんなもん、そんなもんでもだからってじゃあいつも頑張って必死になってなんか仕事にアレンジ聞かせて、うん、もっともっと効率よく、品質も上げてみたいなことやってたって別に30年の保証はないやん、ない、そうやねん、やろ、あのおっさんみたいなのちょっとふと憧れるけどな、いやせやねん、なんか仕事なんかそこそこでええやないかっていうことやなんですよ、うん、やっぱり、うーんそうだろ、うん、なんかもうたまらんわ、だからこういう業界を目指してる子とかをそれ専門で教えてるやんか、案外思ってるほどなんかそれ派手華やかでもないし、全然クリーニングの専門学校にクリーニング店のおっさんとか、まあおるやんかそういう別に、ああああいわゆる工場勤務みたいなさ、まあ、効率上げることだけが勝ちみたいなさ、ああああ、なんか羨ましいなってこと思うけどな、そうやな、うん、なんかまあ仕事をこう結構頑張る、頑張ってしまいがちやんか、頑張ってしまいがちやな、どうしてもな、うん、もうだから頑張れない仕事っていう、はいはいはい、だってそのこうクリーニング屋のおっさんがめっちゃ頑張って、うんうん、超効率化して、うん、まあ、アメアントの接客時間を7秒縮めたとしたら7秒長くテレビ見るだけやろそうやな、うん、そういうのやったらもう工夫をする余地を、うん、そうやね、ないやもん、もうないよ、だっておっさんはこのクリーニングの、その仕上がり運には関係ないしな、受付やから、受付やから、そうあのおっさんほんまな、おっさんなんかなプロゴルファーみたいな顔してんねん、うん、しかもなんか尾崎、ジャンボ尾崎みたいな顔してるから多分相当稼いでるわ顔フリーキング1日7人ぐらいさばいて、あれは相当稼いでるな、
いやそうですよ、お仕事のことばっか考えてまうわ。でもなんかこのままでいいのかなみたいなさ、ねえ、なんか普通に俺最近、うん、あのたまに会社の人とさ、うん、仕事終わりでなんか飲みに行くじゃないけどさ、あ、そうなんや、そうそう、なんかご飯食べに行ってから帰るみたいなことをすんねんけどさ、あの、まあ、もう会社の人と行くからそうなんやろうけど、仕事しか共通言語がないからなんやろうけど、うん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 、なんか下手したら俺飲みに行っても会社の話、仕事の話してるし、うん、もうちょっと良くないなと思って。そうやな、そうやな、でなんかそうやねんで、俺とかもう根が真面目やからさ、あかんかん、俺のレベルまで他に求めたらあかんねやみたいな歯止めをかけたりとかさ、うん、あ、ちゃうちゃうちゃう、俺は土日当たり前のように働くけど一般人にそんな求めたらあかんわとか、でもそれやってるとすごい孤独やんか、なんか孤高のカリスマになっていくやんか、一度張りの、その辺とかもなんか難しいよなほんまに。で複数でやる仕事やからさ特に、あーそうね、うーん、なんかもうちょっと頑張ってほしいなと思いつつも、いやいや、まあこんなもんよなって思ったり、ちょっとそうやで、もっと適当にやって適当にそこそこのお金もらってみたいな風にすりゃいいんやろうけどな。でも健太なんかはさ、ちゃんとした大きい会社におるんやからさ、やろう思ったらそういうのができるんじゃないの、よくわからんけど、そこそこにやってそこそこにお金もらうみたいな、じゃあ俺みたいな規模でやってたらそれはできへんもん、やっぱし違うね、結局その、いや多分うちの会社とかやったらやれるんやろうけど、うん、その時にどっち側に回ってしまうかみたいなこと、アシカ側なのか、そうそう、クリーニング側なのか、それ両方一緒か、足川プロの塊に、そうだ、つい目の前に仕事、ちゃんと仕事があって、仕事でやらなあかんことがあって、それのまあ適当にやってそこそこやって、別に結果もそんな、まあ、60点70点そうそうで、ダメやったらダメで残念でしたねって言って、へへって言ってたらいいやんっていう仕事の仕方をすればいいんやけど、そうそう、ついこういろいろ、それは会社から共有されてるんで、自分の勝手にやってしまう、そうやろ、うん、それはもうしょうがないよね、でもね、で結局なんか疲れたなってなるやんか、うん、なんか俺仕事しかしてへんな最近ってなるやんか、うん、だから自分が悪いんやけど、そうやな、いやほんまそうやな、うん、これはもう問題やと思ってるよ。コンシャスラジオ、コンシャスラジオ。